それでは表題の文献について、丸山が紹介します。はい、で概要です。でこれは、まあ、タイトルにもあったんですけど、その、まあ、データ選択の話です。学習時に、まあ、その機械翻訳の、まあ、モデルをトレーニングするときに、どういうデータをこう選んであげたらいいのかみたいな話です。で、一応そのフレーズベースの方ではもうデータの選択する手法っていうのが、まあ、提案されていて、とりあえず、それを一つ、まあ、今のニューラルベースのマシントランスレーションにもこう適用してみようっていうのが一つと、あとは、まあ、それだとあんまりこう、まあ、フレーズベースのマシントランスレーションには結構うまく働くんですけど、 NMTだとあんまりこう働かないので、まあ、NMT にまあ合わせたこうデータ選択の手法っていうのをここでまあ2つ提案してて、でまあ結果としてそれでその学習の時間、まあ、データを選択してるんでその使うデータっていうのはどんどん減っていくんですけど、まあ、それで学習の時間を削減しつつ、まあ、なおかつまあ全部データ使ってる時よりも性能を改善できるというようなまあ内容になってます。はい、でまあ一応大きく分けて2つ実験をしていて、まあ、さっきも言った、まあ、もともとの既存手法ですねを、まあそのフレーズベースと、まあまあ、BBMT と NMT2 つにこう適用させてみて、まあ、どのくらい効果があるのかっていう、まあ、実験が1つと、あとは ここで提案している2つの手法で、まあ、どのくらいこう、効果があるのかなっていう、まあ、2つの実験をやってます。で、まあ、手法としこれから説明する手法としてはこの上の1つと、提案している2つの3つを説明する形になります。はい、で最初にもともと提案されている手法から始めるんですけど、これ、最初にこう2つの、コーパスっていうのを用意してあげます。1つは、まあ、インドメインと呼んでいるもので、最終的にこう評価するときに使うデータと、まあ、ドメインを合わせたようなデータっていうのを用意してあげて、あとはジェネラルですね、そのインドメイン以外の、まあ、ものをジェネラルと呼んでます。で、それぞれに対してこう4つ言語モデルを作ってあげます。で、まあ、その4つっていうのはこのインドメインとジェネラルのまあ2つに対して、ソースとターゲットがあるので、まあ、それでまあ 2×2 で4種類の言語モデルを作ってあげます。で、これを使って、まあ、クロスエントロピーディファレンスっていうものを計算してあげます。で、まあ、こいつを使ってその学習全部の学習データをこうソートしてあげて、で一番こう、まあ、エントロピーなんで低いやつですかねを、まあの上位 N 分ペアを学習に利用してあげるっていう形で、まあ、クロスエントロピーディファレンスってどういうものかっていうと、まあ、その言語モデルでこうそれぞれの言語モデルでエントロピーを計算してあげて、で、まあ、それの、差ですね、そのインドメインから、まあインドメインの中のエントロピーとそのジェネラルの方の、エントロピーをの差を見てあげるって感じです。なんで、できるだけ、まあ、ジェネラルの方からはちょっと、まあ、離れているようなドメインで、まあ、インドメインにできるだけ近いようなやつっていうのをこうランキングしてあげて選んであげるっていうような、まあ、形になってるのかなっていうふうに思います。はい、で提案している、まあ、ここからが、提案している手法なんですけど、一つは、まあ、サンプリングと呼んでいるもので、さっき使ったクロスエントロピーディファレンスに基づいてこう、まあ、それに基づいて、まあ、重み付きでこうサンプリングしてあげるってやつですね。なんで、できるだけこう、まあ、評価データと間違い、まあ、ドメインを持つようなものは、より選ばれやすくなって、まあ、関連の低いやつは、まあ、選ばれにくくなるっていうような形です。で、まあ、例えばここの、まあ、図の例だと、サンプルがまあ 30% なんです。その学習データの3割だけをこう、1エポックごとにこう1回ずつこう選んであげて学習してあげるっていうような、まあ、そういうやり方です。はい、でもう一つが、グラディアルファインチューニングと呼んでて、その学習エポックをこう重ねていくごとに、まあ、その関連の低いやつはどんどんこう削っていくっていうような、まあデータ選択の手法です。で、まあ、ここだと最初は多分、エポック1から2までの間は全部使ってて、で3から4に行くときに、まあ、上位の6割で、また5から6に行くときに6割というふうにどんどんデータを減らしていくというような、まあ、やり方です。で、
どういうふうにこうデータサイズが変わっていくのかっていうのを式で表すとこんな感じです。で、i エポック目のデータサイズ ni っていうのは、ここに表されている式のようになってて、で、左から、α は g っていうのが、その最初のトレーニングの、トレーニングデータの大きさで、 α が、その最初に何割くらい使うかっていう話で、あとはこの β で、エポックを重ねていくごとにどんどんこう減らしていくその割合ということですね。で、はい、こういう式になってます。で、実験の設定は、ドイツ語から英語への翻訳で、機械翻訳のシステムは、モーゼと、エンコーダーデコーダーモデル、グローバルアテンションがついているエンコーダーデコーダーモデルの2つを使います。で、データは、ここに挙げている4種類のデータを、混ぜて、それを、一番下にあるこのミックスってやつですかね、それを混ぜて、学習開発に使って、で、評価の部分はこのテストセットのこの部分、4種類のデータで評価をしてあげるっていうような形です。で、どういうデータがあるかっていうと、なんかそのメディカル系の、ガイドラインとかで、映画とか、テッドとか、あとはニュースのデータ、4種類ですね。はい。で、これを混ぜて使います。で、最初に、もともとの既存手法のを、フレーズベースと NMT にこうかけたときに、どういう結果が得られるのかなっていう比較が、この、図になってます。で、横軸が、データのサイズになってて、で、縦軸がブルーのスコアです。で、それぞれ の、このテストデータに応じて、4つこう図があるような形になってて、ちょっと見えにくいんですけど、紫の線が、フレーズベースの結果で、緑の線が、NMT の結果になってます。で、点線が、ランダムにこうサンプリングした時で、実線、丸の、記号で、丸じゃないか、その実線このなってるのが、その既存手法でこうデータ選択をした時の結果です。で、それぞれなんかこう星マークがそのあるんですけど、それは、そのデータ選択の手法を使わずにインドメインのやつだけでこうトレーニングした時にどういう結果かなっていう、スコアになってて、で、フレーズベースの方だと、そのインドメインのデータだけを使った時に比べると、そのデータここで、その既存のデータ選択を使った方が、より良い結果になっているということが分かってて、NMT の方だと、それは、あんまりうまく働いてないのかなっていうのが、傾向としてあります。はい。で、次にその提案しているデータ選択の手法を、NMT に使った時の結果が、こちらになってて、で、青い線がそのさっきの、既存の、手法を使った時の線になってて、で、あとは、三角がサンプリングで、ひし形のが、グラディアルファインチューニングです。で、これ横軸が、トレーニングの時間になってます。で、100% っていうのが多分全データを使った時の、までの時間になってて、これを見てもらうと、同じ学習時間ですねにおいて、その、既存の手法よりも、高いスコアを得られているっていうことが分かります。で、また、ちょっとこの WMT ニュースを、除くデータセットでは、その全部のこうデータ使った時よりも、高いこうブリュースコアが得られているっていうことが分かります。はい。で、最後に、このもうちょっと細かい、パラメータをこう合わせた時の結果がこちらになってて、で、上から、その既存の手法と、あとはこの下が、グラディアルファインチューニングと呼んでいるもの2つですね。で、それぞれその初期
初期最初のデータサイズが 50% を使うのか、全部最初は 100% 全部使うのかっていうので、まあ、大きく分かれてて、あとはそのどういうふうにこうどのくらいの割合ずつこう減らしていくのかっていうのと、あとはその何エポックごとにこうその割合を減らしていくのかっていうので、ちょっと結果がこう分かれています。で、まあ、あと一番下のこの2つが、全部データ使った時と、まあ、ゴールドってなってるのが、全部学習データ使って、さらにその後に、インドメインのデータで、学習させてファインチューニングしたものの結果です。で、まあ、結果から割とこうデータ少なくて、やってた方が、まあ、ブリューとしては高くなっているという結果になってて、でもその全部使った時よりもまあいい結果が得られているというのが分かります。はい。で、まとめです。で、ここではその既存のデータ選択の手法を、まあ、NMT にも適用してみたんですけど、まあ、あんまり効果は得られないということが分かりました。で、まあ、なんでそこ、まあ、NMT に合わせてそのが、データを選択する手法というのを提案してあげて、まあ、結果としてその学習時間を、かなりに、20% くらいまでに抑えつつ、まあ、なおかつ性能を改善できるということを示しました。はい、以上です。